関係者によりますと、細田氏は体調不良を理由に先月、衆院議長を辞任した後、入退院を繰り返していましたが、今日午前、都内の病院で亡くなったということです。79歳でした。細田氏は、今年7月に脳梗塞の症状が出て、別の病気も含め治療を受けていることを先月明らかにしていました。今日までの、えー、細田前議長の ご努力に心から敬意を表したいと思います。心から哀悼の誠を捧げたいと思います。衆院議長を辞任した細田氏ですが、議員としての活動はできると話し、次期衆院選への立候補には意欲を示していました。